そうですね、やっぱユーリはあの渋谷で僕らの曲をカバーして歌っていた時に初めて僕は出会ったんですけど、まあ、率直に歌うまいなっていう印象でしかなかったので、なんかそんな彼がまあすごい今売れていて、なんかその一緒にこう共演できるっていうのはなんかとても感慨深いなと思います。はい、そうですね、なかなかちょっとやっぱりこんなあの状況なので、実際にこう地方に回ったりとかみんなと直接会うっていうのはすごい難しいと思うんですけど、でもやっぱりこういうあのオンライン配信だったりとか、あのバーチャルファンミーティングみたいなものがあると、なんかこう気軽にいつでも楽しめるというか、自分の家にいながらステイホームしながらこう安全な環境で楽しめるというのがすごい一番の利点なんじゃないかなと思うので、やっぱりこうそういうものを使いつつ音楽というもののなんかこう力みたいなのを少しでも感じ取ってもらえたらなと思います。僕自身も、渋谷でバンドを結成して、そして共演するユーリーとも、渋谷で出会い、僕にとってもすごい、縁もゆかりもある場所でもあるので、なんかここからやっぱりいろんなものが始まっていくんじゃないかなと思っているので、皆さんもぜひぜひ頑張ってみてください。こんにちは、森内ひろきです。今回オンライン配信ライブとファンミーティングが一緒になったジャムジャムパワードバイスマッシュに3月26日に出演させていただきます。普段から仲良くしているユーリ君と一緒に、ファンミーティングを開催することになりました。バーティカルシアターアプリスマッシュや、スマッシュ YouTube チャンネルで、冒頭数曲無料で、視聴ができます。みんなで一緒に楽しめたらなと思ってます。